と2に混じんのが嫌なんでしょ。そうそうそう、へえ、そう、濁っちゃうの嫌なんですね。やだ、まあ、体質狭くないしって。いや、うまいかもしんないよ。でも嫌な、見た目が嫌な。そうそうそう。え、なに、この中に半熟卵派と完熟卵派は何なんでいるの？完熟卵、半熟。じゃあ半熟の人、はい、5人分かるか、5人ひっくり返す、ひっくり返す、どっちも食えるけどさ、ひっくり返すよね、ひっくり返す、ほら。じゃあ半熟が嫌な理由を竹田さんお願いします。半熟が嫌な理由、なんか汚くね汚いんだ、なんか汚いっていうか、なんか汚いかも、いや、もろ潔癖症だよ。え、でもさ、完熟でもさ、完熟でも今度黄身がポロ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 さスープの中に入ると汚くない？汚い、今日なんか撮影してないからってなんか飛ばすね汚くない？汚い、セリマイみたいな、セリマイみたいな、もう大丈夫、撮ってきて大丈夫、 YouTube で。え、じゃあさ、あ、長沼さんは半熟が嫌な理由何？なんか汚いです何前みたいな感じ？え、なんで、なんで汚いの？なんか男前みたいで汚いっすね。パンクしたえ、じゃあ逆に半熟がいいとこ、別さん。じゃあ半熟いいとこ、半熟のいいとこ、なんか、ぬるぬるってしてて美味しいそうでしょ。遠藤さんは？そうでしょ。俺別にどっちでも食えるから何とも。でも半熟好きなんでしょ。俺、うん、別にどっちでも食えるよ。本当に好き嫌いないから。どっちもいけんの？うん。あとでも前でもどっちもいけんの？そうそうそう。どっちもいける。あとでも前でもどっちでもいける。いっちゃう、本当に。いつでも行けちゃうよ。いつでも行けちゃうよ。あ、そっちなんだ。流れ馬が飛ばすわ。え、黒川さん、半熟が好きな理由は何なの？半熟じゃないと目玉焼きじゃないね。あー、なるほどね。その心はダメだっつうんですよ。そういうのダメだ。何なんだって。そんだけ言ってて。でも半熟だって今さ、ゆで卵とかもさ、ラーメン屋さん行くと半熟じゃない？あ、ある。それは許せる俺。あのさ、温泉卵みたいな感じ。そうそれはありだよね。それ嫌なんだよ。え、ダメなんだ。じゃあ本当に多分お見と分かるけど、絶対俺ラーメンで取るよ。あ、俺ケイゴもそうなんだよ。二人して絶対最初に卵取っちゃうんだ。卵取っちゃう。で、それは食べんの？食べないの？食べるとき食べないときある。へー。なんかさ、あれの味しない？何の味？わかる。温泉。なんか温泉の、そう、わかる。温泉の匂いしない？え、何前の味？草津温泉みたいな。硫黄の匂いしない？これお前絶対ダメだよ。揚げ足ちょっと待って。ダメだよこれ、絶対ダメだよこれ。いや、だから半熟ダメなんだ。半熟なんかね。ダメだよ。マジで。だけど。ダメだよ。え、半熟だったらもうそれは全部出しちゃうの？出しちゃう、なんかラーメンの中とかが。あ、出しちゃうね。出すの？本当に出すの？本当に出すよ。ケイゴもそうだよ。俺とケイゴでラーメン食ってるとラーメンいらねえで、もう先に食って。へぇ、硫黄の匂い出すの？硫黄の匂い出すの？嫌いじゃないよ、嫌いじゃないよ全然。例えると？だから温泉でしょ？温泉。その上は食？その上？特にない、その上。温泉。へえ。そうでしょ？あ、これ？これみたいな。ブルーチーズみたいなやつ。あったじゃんこれ。それ。言うだよ、言う。誰がやんのそれ？こいつやったじゃん。こいつがやんの。言うやってたじゃん。やってたじゃん。1年ぐらい前です。言うチャンネルやってた。言うチャンネルです。面白いね。卵半熟だよね。俺半熟派だな。半熟なんだ。とろろ食べれる、とろろ。ベーコン多いぞ。何なんだろう。とろろ超うめえじゃん。ちょっと肉にしよう。ベーコンはいいよ。ベーコンはもう使っても食える。